袖ヶ浦市の笠上の山から、京葉工業地帯を見渡す。多数の石油化学プラントが立ち並んでいる。袖ヶ浦市は、千葉県の中西部に位置する市。財政力指数が高く、千葉県内では、浦安市、成田市に次ぐ3番目である。また、図書館の増書に力を入れており、人口1人当たりの増書数では、千葉県内で2番目である。千葉県中西部に位置し、 県庁所在地である、千葉市から約2 5キロメートルの距離である。東京都の都心から30の4 0キロメートル圏内である。都市雇用圏における東京都市圏に含まれる。なお、東京都や神奈川県からは、東京湾、アクアラインもしくは東京湾フェリーを利用した場合が移動距離の短縮となる。東京湾に面し、 関東平野に含まれ、内陸は袖ヶ浦大地になっている。東京湾沿いは石油化学コンビナートを中心とする工業地域であり、市街地も袖ヶ浦駅を中心とした沿岸部に集中している。古事記によれば、日本穂高が相模国から統制の折、橋湯を渡る際、大しけに会い、その時日の音たち花姫が海中に身を投じて、渡積みの怒りを沈め、 御子の都会を助ける。その日の袖が海岸一帯に流れ着いたという伝説から、東京湾の千葉県側の海岸が袖ヶ浦の画商で呼ばれるようになった。これが袖ヶ浦市の名称の起源であるが、本来の袖ヶ浦の範囲は、現在の袖ヶ浦市より広く、奈良市の,市の臨海部の埋め立て地の一部にも袖ヶ浦の地名が付けられている。この日本穂高の伝説による地名は、 袖ヶ浦市のみならず近隣の木更津市と君津市と富津市などに至るまで、市名、または市内地名に伝説として名前を残している者も,も多い。また、演儀式にも、王神社とその名の記載がある、悪富神社では、現在でも毎年1月にその年の農作物の出来を占う、筒津湯の儀式が執り行われている。同じ筒が湯は、国かつ神社でも1月に行われる。 東京湾アクアライン1997年に隣の木更津市と神奈川県川崎市を結ぶ東京湾横断道路が開通し木更津市に隣接する自治体としてアクアライン経由による神奈川県や東京都へのアクセスの利便性や不動産価格の安さによるベッドタウンとしての移住者で木更津市と共に近年に人口が大幅に増加した経緯がある。同市には東京湾 アクアラインと直結する東京湾、アクアライン連絡道が通り、東市内に袖ヶ浦インターチェンジがある。袖ヶ浦インターチェンジ付近には、袖ヶ浦バスターミナルが存在し、アクアライン経由の高速バスが多数発着する。アクアライン開通の1997年までに、立山自動車道及びアクア連絡道の、道市内区間が完成し、東京湾、 アクアライン開通後の2007年に首都圏中央連絡自動車道の同市内区間が開通したことにより高速道路網が全通した。神奈川県は川崎市と横浜市、東京都は大田区の羽田空港などがアクアラインの対岸の拠点である神奈川県川崎周期島に近く主たるアクセス拠点となっている。現在の袖ヶ浦市は1971年に 新設合併で誕生した2代目の袖ヶ浦町が市政施行したものであるが、ここでは前身となった旧袖ヶ浦町についても述べる。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると0.99%増の6万952人であり、増減率は県下54市町村中13位、60行政区域中16位。 歴代市長袖ヶ浦市消防本部行政センター、警察消防会派構成東京電力袖ヶ浦、火力発電所形容工業地帯として工業が盛んで、特に石油化学コンビナートが多く、製油所、石油化学工場のみならず天然ガス加工工場も要する。臨海部の埋め立て以前は当時、国鉄の JR 内房線の線路付近から海が広がり、 海苔養殖が盛んに行われていた。養殖海苔の大半を占める主要品種である奈良ワスサビ海苔の名称は、当時奈良林で発見、選抜されたことから名付けられたものである。農産物の作付け面積は、県内では上位を占める。主に以下の農畜産物などの生産量が多い。主な商業施設本社、本店を置く企業。 平成3年生まれ同期市自治体連絡協議会、関連合併経緯などの歴史的経緯から、昭和地区、長浦地区、根形地区、中川地区、平岡地区などに分かれている。この他にも、新興住宅地域として、袖ヶ浦駅前地区、倉葉台地区、大塾団地地区、長、浦駅前地区、のぞみ屋地区、浜宿団地地区、福岡台地区などがある。 二次医療圏としては、秘密医療圏である。三次医療圏は、千葉県医療圏。医療提供施設は特筆性の高いもののみを、記載する。千葉県立袖ヶ浦高等学校千葉県、自動車整備専門学校高等学校中学校、特記事項を除き、小学校と学区は同一。小学校特別支援学校専修学校図書館。 袖ヶ浦市立中央図書館体育施設袖ヶ浦、郵便局旧機密分誌の木更津、機密、ふ各市と合わせて、機密地域振興事務所として4市一体で管理体制をとっており、一例として公共職業安定所や労働基準監督所などの国の関係機関は、隣の木更津市に設けられている。郵便局郵便番号は、299から02、XX で、 下二桁は地区により異なる。運輸市局仮想場同市内に設けられていないため、隣の市原、木更津各市の仮想場に委託している。同市内における仮想場設置の構想は1970年代から続いており、仮想場建設のために市内5カ所を選定したものの、該当地域住民の同意が得られず、白紙に戻された経緯がある。近隣の木更津市、または、 市原市の仮装場で仮装する際に助成金が出る。2016年1月28日に、機密地域4市で、木更津市仮装場整備運営事業の覚書を締結し、既存の木更津市の仮装場を建て替えるために共同出資、建設を行うことが決定した。袖が浦市指定ゴミ袋を、市内や隣の市原市、木更津市の小売店で購入し、自分が住む、 自治会管轄の近所のゴミステージョンに出す。ゴミ袋は、市のマスコットキャラクターが裏が印刷されたもので、ゴミの種類で色が異なる。燃えるゴミ袋で印刷ミスが発生し、燃せないゴミ用と印字したことがある。通信ライフライン市内に空港はなく、千葉県成田市の成田国際空港及び、東京都大田区の東京国際空港が最寄りとなる。 長浦駅市役所が近い袖ヶ浦駅が中心駅となるが乗車人員が最も多いのは長浦駅である。袖ヶ浦バスターミナル、袖ヶ浦駅バス乗り場中心バス停、袖ヶ浦バスターミナル高速バスへのパークライドを目的に設置されたもので、高速バスに乗り換えて東京駅、新宿駅、横浜駅、羽田空港、川崎駅、品川駅、 渋谷駅などの主要駅に移動することができる。高速バス、東京湾、アクアライン経営路線バス高速道路、一般国道主要地報道一般県道市道1996年度から4年間かけて、一般公募による愛称が制定された。京洋シーバース寺院、一覧東京ドイツ村公園面積が広い主要な公園のみ記述する。ゴルフ場主要なゴルフ場のみ。 他にも多数存在する。サーキット場キャンプ場直売所名物特産品千葉アクアラインマラソンのコースが投資内にも一部ある。千葉アクアラインマラソンは2012年から多摩数年の10月に各年開催である。フルマラソンのコースの一部が投資内区間ある。フルマラソンはスタートとゴールは木更津市だが途中に投資区間がある。ハーフマラソンは 木更津市内のみで完結するので、東市内にコースはない。フルマラソンコースの袖が浦市内部分の主要な経営地は袖が浦公園や百合の里などである。国、県指定及び国登録文化財一覧。浦安市は工業地域の工場群と東京ディズニーリゾート。成田市は成田空港。袖が浦市は工業地域の工場群と観光施設の東京ドイツ。 村などが市を代表して、経済を支える、主要施設である。旧カズサ国の大地の部分をテーマにする場合、共通の要素があまりないので、一括く,くじにした呼び方ではなく、市原大地、袖ヶ浦大地、木更津大地のように個々の呼び方をする。木更津ジャンクション木更津東インターチェンジ間で、地域を通過する。読書の街、袖ヶ浦を支える、図書館袖ヶ浦市公式ホームページ。 www.city.sodegaura.lg.jp2019 年6月5日閲覧議員紹介各種議員名簿袖ヶ浦市議会袖ヶ浦市2020年10月26日閲覧農産物の作付け面積が県内上位を誇ります姿勢の見える化特設サイト袖ヶ浦市 2018年4月25日閲覧。千葉県の農産物と特産物のご紹介。カ佐農産物センター。2018年4月25日閲覧。AB 千葉県。千葉県保健医療計画。千葉県。2019年6月14日閲覧。千葉県。災害拠点病院の指定について。千葉県。2019年6月14日閲覧。 有地獄、おしっこする千葉の小4が、通説覆す発見。朝日 .com、マイナスプレイバック一週間。朝日新聞。2018年4月17日へ閲覧。AB、仮想場整備事業。袖ヶ浦の今。袖ヶ浦市。2018年4月21日へ閲覧。千葉日報。12、15高速バス。袖ヶ浦東京線開業。お知らせ。 小湊鉄道、2017年12月2日閲覧。7、10高速バス、木更津渋谷線開業。お知らせ。小湊鉄道、2018年7月19日閲覧。道路愛称看板。道路、袖ヶ浦市。2018年4月23日閲覧。千葉県袖ヶ浦市の神社様、古墳、お祭りのご紹介です。 sodeenavi.net 2019年6月5日閲覧千葉県袖ヶ浦市のお寺様のご紹介です。sodeenavi.net 2019年6月5日閲覧千葉県袖ヶ浦市の国県指定文化財及び国登録文化財千葉県2019年6月17日閲覧ありがとうございます。